はい、皆さんこんにちは。ターバルチャンネルのタです。ナビです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、10月上旬になりますね。秋バラの方がね、順々に開花してきました。まだね、満開とはいかないですけど、綺麗にね、咲いている品種の方、皆さんにね、お見せしていきたいなというふうに思います。はい、次はお庭の方を見てみましょう。レッツゴー。はい、まずね、自宅玄関前にですね、今まではね、こちらのね、フェンスの方にはですね、つるバラの方誘引していなかったんですけど、まあ、今年のね、夏に誘引してですね、今こういってね、真ん中の赤バラのね、ドンファンの方がね、咲いてくれてますね。右側に見えるのはね、つるラフランスになりますけど、こちらのはね、まだ開花してないといった感じですね。あとはですね、ハチバラの方がね、置いてあるんで、そちらの方ね、見ていきたいと思います。はい、まずこちらですね、ラベンダーピノキオになりますね。可愛いね、八重咲きといった感じですね。中のね、しべも見えて素敵なね、バラですね。フロリバンナなんでね、一枝に二咲きといった感じですね。まだまだね、ここ愛知県はね、お昼30度ぐらいあるんで、まあ、花持ちの方がね、あまり良くないかなというふうに思いますね。まあ、もう少しね、涼しくなってくると花持ちの方もね、良くなってくるかなと思いますけどね。まあ、まだまだね、暑いですね。作質はですね、アメリカになりますね、の四季咲きになります。香りはね、美化といった感じで、まあ、その分ね、やはり花持ちはね、よろしいんじゃないかなというふうに思いますね。グレイパールをね、親に持つといった感じでね、素晴らしい品種のね、一つになりますね。ラベンダーピノキオですね。で、隣ですね、こちら一輪ね、咲いてくれてますね。今ね、綺麗な状態かなというふうに思いますね。川本バラ園のね、シュクレになりますね。2017年フロリバンダーになりますね。カップ咲きのね、コロコロといった感じでね、可愛らしいね、ソフトピンクのお花ですね。香りの方はね、非常に強い強化になりますね。甘いね、香りがしますね。1メートルぐらいのね、樹高なんで、まあ、コンパクトにね、仕立てていけるといったね、品種になりますね。シュクレはですね、砂糖という意味でね、まあ、香りも甘いといった感じですね。で、後ろにね、見えます。こちらね、白バラですね。こちらもね、川本バラ園ですね。ル・ブランになりますね。こちらもね、フロリバンダーになりますね。まあ、樹高がね、1メートルといった感じなんで、まあ、コンパクトにね、仕立てていけるといった感じの品種になりますね。ル・ブランはですね、フランス語で白というね、意味みたいですね。まあ、若干ね、白に薄いね、ソフトピンクが入る感じでね、まあ、細かなね、切れ込みが入って波打つように咲くといった感じでね、またね、魅惑的な素晴らしいね、品種だなというふうに思いますね。まあ、若干ね、雨に打たれ弱いかなというふうにはね、思いますけどね。香りの方はね、強化、こちらもね、甘い香りといった感じでね、まあ、トゲもね、少ないんで、非常にね、仕立てやすい、まあ、お世話のね、しやすい品種かなというふうに思いますけど、まあ、大病性がね、あまり強くないんで、まあ、気にかけてね、育てているといった感じですけどね。まあ、しかしながらね、素晴らしいお花、香りだなというふうに思いますね。まあ、育てがいのある、ル・ブランですね。で、後ろ行きますとね、こちら、もともとね、10号鉢のオベリスク仕立てにね、していたんですけど、今ね、壁面誘引と、フェンスの方にね、誘引するようにしてます。まあ、非常にね、樹勢の強い品種なんでね、まあ、フェンス仕立てにしてよかったらというふうに思いますね。作質はですね、イタリアになりますね。半剣弁更新咲きといった感じでね。まあ、秋もね、返り咲いてくれてるんで、まあ、素晴らしい品種だなというふうに思いますね。まあ、香りの方はね、あまりしないんで、花持ちがね、非常に良いといった感じですね。まあ、こうね、上の方までね、しっかり咲いてくれて、まだね、つぼみもあるんでね、素晴らしいね、つるバラだなというふうに思いますね。はい、続きましてね、自宅玄関前の方にね、ハチバラがね、こちらもたくさん置いてあるんで、綺麗にね、咲いてくれてる品種のね、見ていきたいと思います。はい、まずこちらですね。こちらね、ミニバラのコルダナのね、赤色になりますね。綺麗なね、お花ですね。まあ、6センチ、7センチといった感じのね、まあ、中輪になりますね。香りのはね、あまりしないんで、まあ非常にね、花持ちがいいかなというふうに思いますね。まあ一枝にね、一輪といった感じでね、まあ、ハイブリッドティーローズのようなね、咲き方しますね。ザ・バラといった感じでね、綺麗な色でね、咲いてくれてます。まあ、ミニバラとね、思えないほど、大病性もね、強いんで育てやすいなというふうに思いますけどね。このね、咲き始めなんてね、綺麗だなというふうに思いますね。バラはね、赤のイメージがやはりね、強いかなというふうに思いますね。はい、続きましてね、川本バラ園のね、ミルフィーユになりますね。まあ、こちらもね、素晴らしい、綺麗なね、品種ですね。白ベースにね、ピンクが入るといった感じでね、ピンクのね、ストライプがね、入るとい
った感じですね。非常にね綺麗なお花ですね。フロリバンダのね四季咲きになりますね。樹高は1メートルと非常にねコンパクトに仕立てれるんで、鉢栽培にね持ってこいといった感じですね。まあ、香りのはねあまりしないですね。まあ、美化といった感じで、まあ、非常にね花持ちがいいと。雨にもね、まあ、打たれ強いんでお花がね長持ちすると、まあ、長い期間ね楽しむことができるといった感じですね。トゲもね少ないんで、まあ、仕立てやすいかなと、まあ、お世話の方がねしやすいかなといった感じでね。まあ、耐病性はですね、まあ、普通といった感じなんで、まあ、薬剤散布してね、まあ、順調に育ってくれてるかなというふうに思いますけど、まあ、手をかけた分ね綺麗に咲いてくれるといった感じでね、川本バラ園のミルフィールド、素晴らしいね品種だなというふうに思いますね。はい、続きましてね、こちらも川本バラ園ですね。こちら大人気ラ・マリエになりますね。ラ・マリエのね意味はですね花嫁といった感じでね、本当にね可愛らしい素晴らしいねお花だなというふうに思いますね。ひらひらのね波状弁咲きといった感じでね、香りもですね強化になりますね。爽やかなね初々しいフレッシュなね香りといった感じでね、香りもねお花も楽しめるといった感じでね、綺麗なねバラですね。樹高はね1メートルとコンパクトなんで、まあ、初栽培にね持ってこいといった感じですね。非常にね女性に人気のあるラ・マリエといった感じですね。トゲもね少ないんで、まあ、仕立てやすいかなといった感じですね。まあ、お花も香りもね素晴らしい川本バラ園のねラ・マリエといった感じですね。はい、続きましてね川本バラ園エールになりますね。こちらの品種はですね品種紹介の方以前ね動画の方配信してますけど、まあ、茶系のねバラといった感じで、まあ、秋はね素晴らしい茶色のね色が映えるといった感じですね。綺麗なねバラですね。香りのはねあまりしないんで、まあ、その分ね花持ちが非常にいいなといった感じですね。まあ、まだまだね愛知県30度といった感じでね、まあ、暑いんですけど、まあ、それでもね長い間咲いてくれてるなといったね印象があります。で2018年のね四季咲きになりますね。 1.2 メートルとねコンパクトに仕立てられるんでね非常に育てやすいなと、まあ、トゲもね少ないんで、まあ、こちらもね仕立てやすいなといった感じですね。で隣ですね、こちらもね川本バラ園青バラのね清流になりますね。こちらもねエールと同様品種紹介のねさせていただいたんですけど、まあ、香りはね美化といった感じでね、まあ、花持ちが非常によろしいかなというふうに思いますね。まあ、波状弁咲きといった感じでね綺麗な花色でね咲いてくれてますね。名前もね素敵ですよね、清流。こちらもねフロリバンダの四季咲きといった感じで2012年作詞のね川本純子先生になりますね。はい、こちらね、タワバラ、花壇の方にね、やってきましたけど、今ね、咲いてくれてるのはこちらのね、ミニバラのコルダナ。タワバラチャンネルではね、よくこちらのね、コルダナちゃん登場してますけどね、非常に花付き、花持ちがいいね。もうミニバラとはね、思えない品種にね、なっております。まあ、ポンポン咲きといった感じでね、まあ、はっきりした色合いでね、咲いてくれてますね。まあ、花付きがね、ものすごい良くて、まあ、何回も何回もね、咲いてくれてるといった感じのね、素晴らしいミニバラだなというふうに思いますね。まあ、やはりね、秋はね、濃い色でね、咲いてくれてますね。素晴らしいですね。綺麗なミニバラといった感じですね。で、その上になりますけどね、こちら、川本バラ園のね、サフィレットになりますね。こちらのね、サフィレットはですね、まあ、私、思い出のね、バラといったことでね、まあ、私がね、川本バラ園に行った時にですね、まあ、川本純子先生にね、まあ、お会いすることがありまして、まあ、川本純子先生がね、こちらのサフィレットおすすめですよと、いった感じでね、まあ、ご購入させていただいたと、まあ、記念のねバラになりますね。まあ、中がねうっすら紫ソフトピンクといった感じのね波状弁で素晴らしいお花だなというふうに思いますね。まあ、香りはね中高とティーのね香りがしますね。まあ、樹高は 1.2 メートルの、まあ、トゲの方はね普通なんで、まあ、仕立てやすいかなといった感じですね。まあ、耐病性もねそこそこ強いんで、まあ、あまりね手のかからない品種かなというふうに思いますね。まあ、樹形もね上にスッと伸びる感じでね、まあ、あまり横に広がらないんでね、仕立てやすいかなというふうに思いますね。まあ、それにしてもね、こちらのお花ね、綺麗ですね。まあ、若干ね、花びら虫にやられてますけどね、まあ、それでもね、綺麗に咲いてくれたなというふうに思いますね。で、サフィレットのね、隣、こちらもね、青バラになりますね。こちらね、樹高が今 1.5 メートルくらいですかね。コルデスのね、ブルーバユーになりますね。フロリバンダの四季咲きといった感じですね。こちらもね、藤色のお花でね、綺麗に咲いてくれてますね。もう中のね、しべが見えて、ますます可愛いなといった感じですね。まあ、若干ね、雨に打たれ弱いんで、まあ、雨が降るとですね、まあ、花形がね、崩れてしまうと、まあ、シミになってしまうといった感じなんですけど、まあ、フロリバンダなんでね、まあ、一枝にたくさん
お花のをねつけてくれるかなと、花付きのねいい品種だなというふうに思いますね。可愛いね藤色で咲いてくれてますね。ブルーバユですね。はい、タワバラカードのね一番隅になりますけどね、こちらね今満開といった感じでね、ミニバラのね桜になりますね。もうこちらの品種はですね、私がねバラ育成始めた時にねこの子を買ってバラ育成を始めたと。なんでねこの子と私はね同期と、まあ、2年半になりますけどね、まあ立派にね育ってくれたなといった感じでね、もう1センチぐらいのね小輪のお花がねもうたくさんたくさんもう目いっぱいね咲いてくれると、もう春にね開花したぐらいのね勢いでつぼみの方をねつけてくれてますね。もう秋にねこれだけお花の方をねつけてくれるんだったらもう本当にね素晴らしい品種だなというふうに思いますね。まあ、香りのはねあまりしないんですけど、まあ、花持ちがね非常にいいですし、まあ、連続開花性もね強いんで、まあ、何度も何度もね咲いてくれるといった感じでね、本当にね素晴らしいミニバラ桜だなというふうにね思いますね。はい、こちらね我が家のメインガーデンといった感じでね、まあ、見てもらうとですねついにねアーチをですね設置することができましたね。ケルナフローラとねピエール・ドゥ・ロンサールのアーチといった感じでね、来年の春はね楽しみだなといった感じにね思っております。まあ、こちらのねメインガーデンも、まあ、少しねお花の方咲いてるんでね見ていきたいと思いますね。はい、まずこちらですね、ヨハネ・パウロ2世白バラに、ね、なりますね。ハイブリッドティーローズのね四季咲きと、作出はね2008年とアメリカに、ね、なりますね。まあ綺麗にね咲いてくれたなといった感じでね、素晴らしい品種ですよね。雨にね打たれ強いんであまりね汚れないなといったね印象がありますね。まあ、白バラにはね少ない花のね大きさだったりね、まあ、ボリューム感花形といった感じでね本当にね素晴らしいバラだなと。まあ、樹勢もね強くて耐病性も強いんでね非常に育てやすいですね。初心者様にねおすすめできる白バラのね一つじゃないかなというふうに思いますけどね。まあ、お花はね中大輪と半剣弁更新咲きですね。まあ、樹高は 1.2 メートルといった感じで、まあ、トゲもね、まあ、そんなに多くないんで、まあ、仕立てやすいかなといった感じですね。香りはですねフレッシュなシトラスのね香りと非常にね強いですね。強化になりますね。もう香りもねお花も素晴らしい品種のねヨハネ・パウロ2世といった感じですね。秋でねこれだけ咲いてくれるんだったらねもう大満足かなといった感じでね、まあ、来年のね春も非常にね楽しみな品種のね一つだなというふうにね思いますね。本当にね綺麗な白バラですね。ヨハネ・パウロ2世ですね。はい、こちらね殿堂入りのバラですね。ダブルデライトになりますね。5000人記念の時にね視聴者様にこちらのね、まあ、ダブルデライトのはねプレゼントしたんですけどね、まあ、私ねどうしてもこちらのダブルデライトが好きでねまたね購入したといった感じでね、まあ、見事にねまたまた開花してくれましたね。ハイブリッドティーローズねアメリカになりますね。まあ、殿堂入りのバラといった感じでね、まあ、花の名前こちらねダブルデライトっていうのはですね、まあ、二重の喜びといった感じでね、まあ、お花もね香りも両方楽しめるといった感じですね。お花はね丸弁咲きといった感じでね、まあ、黄色にね赤が入る感じですね。まあ、樹高は 1.5 メートルとで香りの方がですね、まあ、超強化といったことでね、まあ、柑橘系のねフルーツの香りがしますね。まあ、非常にね香りが強い品種だなというふうに思いますね。まあ、我が家ねよく香りのバラと言いましたらねローズポンパドゥールっていうふうにね言いますけど、まあ、こちらのねダブルデライトも負けてないかなといった感じでね、もう香りのバラお探しの方はねもうこちらの殿堂入りのダブルデライト超おすすめじゃないかなというふうにね思いますね。本当にね素晴らしい品種だなというふうに思いますね。はい、続きましてね川本バラ園コリーヌルージュになりますね。まあ、こちらの品種はね鉢で育てているんですけど非常にね樹高が高いですね。今ね1メートル80センチぐらいのね高さで咲いてくれてますね。もう非常にね上の方で咲いてくれてますね。夏剪定ね結構短く切ったんですけどね、まあ、非常に樹勢が強いんだなといった感じでね、お花はですねこういった感じですね。ワインレッドといった感じでねもう素晴らしい赤ではないですね。非常にねシックな大人なね感じの赤バラといった感じですね。花形もね綺麗な感じでね素晴らしいですね。コリーヌルージュ2016年のね四季咲きといった感じでね、まあ、香りの方もですね、まあ、中高といった感じで優しいね甘い香りがしますね。コリーヌルージュの意味はですねレッドヒルと、まあ非常にね魅力的なお花コリーヌルージュといったね感じですね。素晴らしいですね川本バラ園と
はい、続きましてね、こちらロサオリエンティスのね、若菜になりますね。緑色のね、バラといったことでね、白にね、グリーンが入る感じですね。まあ、まだまだね、これから咲いてくれるといった感じなんですけどね、非常に素晴らしい綺麗なね、バラですね。ハイブリッドティーローズのね、四季咲きと 1.5 メートルになりますね。香りのはね、美化なんで、非常にね、花持ちがよろしいんだなというふうにね、思いますね。グリーンのね、つぼみから白とグリーンのグラデーションへと変わるといった感じでね、非常に素晴らしい品種ですね。ロサオリエンティスと若菜、非常にね、これからも楽しみだなというふうにね、思います。はい、続きましてね、サブガーデンのをね、見ていきたいと思いますけどね。まあ今ね、我が家のサブガーデンはね、こういった景観にね、なっております。もうだいぶね、バラの方も大きくなってですね、まあ、まだね、満開とはいかないですけど、まあ、若干ね、咲いてくれてるんでね、まあ、順番にね、見ていきたいと思いますね。綺麗なね、感じで、だいぶね、完成に近づいてきたなといったね、感じですね。はい、まずこちらですね、ミニバラのね、スイートチャリオットになりますね。まあ、夏はですね、葉っぱの方かなり落としたんですけどね、まあ、あれからですね、頑張って葉っぱの方もね、展開してですね、まあ、つぼみもね、いっぱいつけてくれたんで、まあ、開花の方ね、させてみました。紫色のね、非常に、綺麗なね、ミニバラですね。花付きもね、非常にいいんでね、もう何回もね、咲いてくれてますね。樹高ですね、まあ、60センチと、まああまりね、大きくならないんで、まあ鉢栽培でね、問題ないかなといった感じでね。まあポンポ咲きですね。香りもですね、中高といった感じでね、まあ、スパイスのね、香りがね、しますね。まあトゲもね、普通なんで仕立てやすいかなといった感じですね。こちらはですね、作質は1984年のね、アメリカになりますね。で、後ろにね、二人見えますけどね、こちらデルバールのね、ピンクパラダイスといった感じでね、まあこれからね、つぼみの方がたくさんついてるんで、まあ満開にね、向かっていくという感じなんですけどね、まあ私もね、お花見るの今回がね、初めてなんで、可愛いね、お花だなというふうに思いますね。ピンクパラダイスですね。はい、こちらね、ロサオリエンティスのマイローズになりますね。まあこちらのね、マイローズも真っ赤でね、綺麗なね、お花ですね。ザッバラといった感じですかね。お花はね、ロゼット咲きですね。綺麗なね、ロゼット咲きの赤と。今ね、こちらは5センチ、6センチといった感じでね、まあ、小中輪のね、タイプになりますかね。まあ、樹高もね、60センチ、70センチと、まああまりね、大きくならないんで、まあ鉢栽培でもね、問題ないかなと。まあ我が家のようにね、花壇のね、前方に植えてもね、よろしいかなというふうに思いますけどね。まあ香りはね、あまりしないんで、花持ちがね、非常によろしいかなと。まあ連続開花性もね、非常に強い品種で、まあ大病性もね、強いんで、まあ育てやすいなというね、印象がありますね。まあうどんこ病はね、黒点病はですね、まあかかったことがないんで、まああまりね、手のかからない素晴らしいね、品種だなというふうに思いますね。まああとはですね、雨に非常にね、打たれ強いんで、お花の方もね、あまり汚れないかなと。まあ長い間ね、咲いてくれてるマイローズといったね、感じですね。綺麗なね、お花ですね。マイローズ、素晴らしいね、品種ですね。はい、こちらね、綺麗なね、ピンク色で咲いてくれております。デルバールのね、エスプリルパリですね。綺麗なね、お花ですね。本当にはっきりしたね、ローズピンクとはいかないですけどね、鮮やかなね、ピンクですね。ロゼット咲きでね、5センチ、6センチといった中輪になりますかね。綺麗なね、お花ですね。若干ね、イエローが入るとね、いった感じでね。いや、素晴らしいな。綺麗なね、お花ですね。エスプリルパリ。香りの方はですね、中高になりますね。ティーのね、香りがしますね。樹高もね、1メートルといった感じで、まあ、非常にね、コンパクトに仕立てられる。花付きがね、非常にいい品種だなというふうにね、思いますね。2020年作質なんでね、まだまだ新しい新品種とね、いった感じでね。非常にね、こちらのエスプリルパリ、人気がね、ありますよね。いや、人気がね、あるのがわかるなといった感じのね、お花ですよね。秋でね、これだけ咲いてくれるんだったらね、もう来年の春はね、非常に楽しみだなというふうにね、思いますね。で、隣行きますとですね、こちらもね、デルバールですね。赤バラ、オマージュはバルバラといった感じでね、まあ、こちらも綺麗なね、赤で咲いてくれてるなというふうにね、思いますね。こちらはですね、香りのはあまりしないんでね、花持ちが非常にいいんだと。まあ、長い間ね、本当にずっとね、咲いてくれてるんだと。雨にもね、打たれ強いんでね、景観作りにはね、もってこいのオマージュはバルバラといった感じですね。お花はね、丸弁花海咲きといった感じでね、2004年のね、作質になりますね。非常にね、綺麗な赤バラですね。素晴らしいですね。オマージュはバルバラ。はい、こちらね、ロサオリエンティス大人気のね、
青バラ、リラになりますね。今ね、咲き始めてくれたんでね、まあ一輪だけですけどね、見ていきたいなというふうに思いますけどね。非常にね、綺麗な藤色でね、咲いてくれてるなと。まあ、フロリバンダなんでね、まあ、一枝にたくさんね、つぼみの方をつけてくれるんだなといった感じでね、まあ、耐病性もね、非常に強いんで、まあ、病気もね、今までかかったことないですね。非常にね、綺麗な品種リラだなと。もう本当に人気のある青バラでね、バラのね、家さんの方でもね、もう即売といった感じでね、もう皆さんなかなか手に入らないといった感じですかね。まあ、それぐらいね、本当に素晴らしいね、綺麗なバラだなというふうに思いますね。もうすぐね、満開になるんで、またね、配信の方したいと思いますけどね。まあ一輪ね、綺麗に咲いてくれてるんでね、まあぜひね、お見せしたいなといった感じでね、撮影してみました。はい、こちらね、チャリティーローズ、絆になりますね。ドミニク・マサド氏のね、作室と、チャリティーローズ、絆になりますね。綺麗にね、咲いてくれてますね。フロリバンダのね、四季咲きといった感じでね、まあ絆というのはですね、まあ、アプリコットのね、花言葉がですね、絆といったことでね、まさにね、アプリコットのお花、絆というね、感じですね。こちらのね、絆はですね、東日本大震災のね、チャリティーローズになってますね。クォーターロゼット咲きと、非常にね、強健でね、育てやすい品種だなと。香りの方もね、強化でフルーツといった感じでね、お花も香りも楽しめると。もうつぼみもね、可愛いアプリコットでね、もう咲きますよといった感じでね、非常にね、可愛いですね。作室はですね、2012年といった感じですかね。非常にね、育てやすいんでね、こちらのチャリティーローズ絆もね、皆さんにね、おすすめできるなといったね、感じですね。綺麗なね、バラですね。はい、こちらね、レッドレオナルド・ダ・ヴィンチになりますね。春はね、つぼみの方が腐ってしまってね、なかなか開花の方ができなかったといった感じで、秋はね、やっと開花の方がね、始まってくれましたね。我が家のね、セカンドエース、レッドレオナルド・ダ・ヴィンチ、レッドレオですね。まだね、満開とはいかないんでね、またね、満開になりましたら撮影の方したいなというふうに思いますけどね、非常にね、強健で育てやすい素晴らしいね、品種だなというふうにね、思いますね。赤とは言わずにね、ピンク赤といった感じでね、非常にね、花つきがいい強健のね、レッドレオナルド・ダ・ヴィンチといったね、感じでね、やっぱりね、フロリバンダの中ですとね、こちらレッドレオナルド・ダ・ヴィンチはね、おすすめできるなというふうにね、思いますね。まあこういった感じでですね、10月上旬はですね、まあちらほらね、開花の方始まってくれてますね。まあ来週、まあ再来週ぐらいがね、満開といったね、感じになると思うんで、またね、撮影の方してですね、皆さんにお見せしていきたいなというふうに思いますね。バラもね、頑張って咲いてくれてるんでね、私もね、管理の方、バシッとね、仕立てていって、またね、皆さんにお見せしたいなというふうに思います。それでは、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。